の手入れですね。超生物の私に今さら恐れるものなどあろうはずがない。ただ一つ叶うなら、もう一度だけ彼らに会いたい。木漏れ日が優しく差し込む大きな窓の中、君と出会ったあの日を遠くに感じた。少しずつ並べた思い出は僕を温める。小さな部屋つなぐ心、そっと教えてくれた。この季節が迎えに来たら、君を思い出してくれ。なすすべなし。世界の誰もがそう思っているだろう。しかしあいにく私はマッハ20の怪物だ。幸いにしてやるべきことはいくらでもある。にふう、どの写真も捨てがたいですね。思い切って大蔵ページといきますか。コロ先生暗殺期限まであと3時間。